ございます。今日は12月の29日ですね。おー、なんかあれだね、もういかにも年末って感じの日付になってきましたね。あと2日か、30、31で終わりなんで、2016年も終わっちゃうよ。今年はアリゾナに引っ越してきてね、ちょっといろいろ環境が変わったので、なんか年末って思うとちょっとなんか寂しいというか切ないというか、ちょっと楽しみっていうのもあるけどね、2017年がね。はい、今日は今さっきこの間カリフォルニア行く前に健康診断があるって言ってたんだけど、それを行けなかったので今日行ってきました。今ねちょうど終わって血を抜かれてきました。私血を抜かれるのが本当に苦手で、なんか針が怖いとかっていうよりは血を抜かれるってことが怖くて、なんかこう血がこう自分の中からハーッて抜けるから、なんか貧血になる感じがすごいしちゃって、すごい苦手なのね。あ、でもそんなに大量じゃないから、まあ献血みたいな感じじゃないから全然大丈夫なんだけど、そうちょっと怖くてね。まあでも無事終わりました。でこれをなんかすると、うちのね、その入ってる保険、先生の会社の保険なんだけど、この健康診断をしてなんかやるとお金が返ってくるみたいな、なんか10万ぐらい返ってくるみたいな、すごい不思議なシステムで、なんでまあやんなきゃいけなかったんでやってきたんですけど、もうね終わったので、元気なので、これからまあお家にと帰って、まだ11時かな、なんでまあ、マチ君が待ってるので一回お家帰って、今日はちょっと何するか分かんないけど、いつものごとくとりあえずお家に帰ろうと思います。さっきお家帰ってきて、今日はね帰ってきた後にすぐお家を見に行ってました。まだ決めこれっていう決めたお家じゃないんだけど、なんていうの、候補が何個かあって見に行けるやつが2つだったので、お姉ちゃんが不動産屋さんのエージェントだから、いつでも見に行けるので見に行ってきました。でね、1個の家が、ちょっとごめんね、階段上がってきたから疲れてたんだけど、1個の家がすごい良くて、ちょっと良さそうなんだけど、まだアップされたばっかだから、もしかしたらね、ちょっと微妙なんだよね、時期的に。だからちょっとまだ分かんないので、一応ビデオを撮ってきたんだけど、うちら用にね、なんていうの、まだ私たちの家じゃないのでお見せできないんですけど、まあもちろん引っ越したらルームツアーするのでてか引っ越す前に多分見せてから多分引っ越し始めると思うんで、まあそれはね、またまた結構先になると思うんだけど、楽しみにしていただければなと思ってます。でさっきお姉ちゃんがマクドナルド買ってきてくれて、お昼に食べて、もうねお腹いっぱいですよ。はい、で今日は特に予定ないので、明日一応上の方に旅行に、まあデイトリップだから簡単な旅行だけ行く予定なので、まあ決まってないんだけどね、今日はちょっとお家でゆっくりしようかなと思ってます。はい、今日はですね、この間コメントで確かなんだっけ、日本で買った時の化粧品をの購入品を見たいですみたいな、なんかそんな感じのコメントが来てて、で、せっかくなんでちょっとお見せしようかなと思います。ただ本当に数点なのね、本当に4点5点ぐらいだから、全然多分参考にもならないと思うんだけど、しかもドンキとかドリックストアでなんか見つけて適当に撮ったやつなので、適当に買ってきたやつなので、なんかどっかレビューで見て、あ、これなんかおすすめっぽいって買ってきたものとかでもないし、本当になんか安かったから買ってきたとかそういうのなんで、あんまり参考になかったらなんなかったらごめんなさい。はい、じゃあまず1つ目、これはね、本当になんでそっちで日本で買ったんだって感じなんだけど、これですね、レブロンの、フォトレディエアブラッシュ、これねセットになってたのね、セットで2000円だったの、ドンキで。でこれ1つだけ買って、普通 にアメリカでも買えるんだけど、普通に1つだけで買っても結構するかなと思って、で下地ついてたから2000円だし、なんか特売みたいになってたので、あ、いいじゃん買っちゃおうと思って、ちょうどファンデーションもなかったので、ね、買っちゃいました。で色がなんだろう、ソフトオークル200番のソフトオークルと、これはメイクアップベースですね、カラーコレクティングプライマーって書いてありますね。だからちょっとどうなんだろう、使ってみたんだけど、
まあこれは普通にいいのは分かってたので使ったことあるからね、昔大丈夫だったんだけど、これプライマーどうなんだろうと思ってて、なんかねシリコンっぽい感じっていうのがちょっとふわってする感じだから、どっちかっていうとなんていうのシリコンっぽい感じのプライマーでしたね。だから別に嫌いじゃないし全然使ってるんですけど、このポンプ式に、ね、なったのが良かったですよね。良かったですよねとか、昔はポンプじゃなかったからすごい出すの大変だったんだけど、でもこのガラスっていうのはあんまり好きじゃないので、私はプラスチックの方がなんか、まあ見た目とか高級感はないけど、なんか環境的にいいし重くないしと思うんだけど、はい、まあこれを買いました。これはまあなんていうの、ファンデがなかったんでちょっと買ったんですけど、で次もちょっとその時にファンデがなくて、ちょうどね持ってったのがなくなって切れたので、なんか欲しいなと思って、でファンデはそのこれをね先に買ったんだけど、ファンデこのレブロンのやつ後で買ったんですけど、なんかせっかくやったら日本っぽいのがいいなと思って、この素顔のCC クリーム、 CC クリームって初めて買ったんだけど、こういうやつね、この CC クリームエアフィットって書いてあるのピュアオークルって素顔エアフィット CC クリームスムース、これは本当になんかマシュマロみたいな、なんていうの、肌触り、粉みたいになる、なんか塗って放置するとっていうのかな、よくあるよね、こうパウダーっぽくなるみたいな、そういうタイプのやつですね。まあ CC クリームだからなんだろう、 CC クリームって何、カラーコントロール、 CC と BB の違いがちょっとよくわかんないんだけど、これはでも化粧下地とファンデーションがマッチってるやつですね。 SPF23 らしいですまあ日本のだからと思ってちょっと買ってみました。まあアメリカでも日系スーパーで買えるんだけど高いし、多分これは売ってるかわかんないので、はい、買いました。はい、で、あと2つですね、両方ともあ、そう、違うの、これはね、まず1つはこのアイライナー、これはドンキで500円で売ってたの、だから、あ、500円でアイライナー買えるんだったらいいやと思って、で、黒じゃなくてブラウン、なんちゃらブラウンっていう色なんだよね、ちょっとわかんないけど、なんちゃらブラウンっていう色でちょっと焦げ茶っぽい感じの色、あ、いいじゃんと思って、しかも500円で本当にもうなんかボックスみたいなのにバーって入ってて特売りですみたいな感じだったから、まあ失敗してもいいやと思って買ってみました。はい、うん、まあまあ良かったかな、普通のアイライナーなんだけど、あのフェルトじゃなくてハケだったから、あ、良かったと思って、一応ウォータープルーフらしいです、で色素沈着しない顔料でお湯でオフって書いてある、でまつげ美容液、まつげ&目元美容保湿成分配合らしいけど、どうだろうね、うん、どうだろう、まあその辺はちょっとよくわかんないけど、安かったんでこれは買いました。このブランドは有名なのかな、ちょっと有名じゃなさそうだけど、見たことは私ないんでどうなんだろう、はい、でこれを買いました。で最後なんですけど、これはね、あ、これかわいいと思って買おうと思って、あの最初取ったのが、まああのこれなんだけど、ペンシルなんだけど、あ、最初取ったのがリキッドのやつだったので、リキッドも良かったんだけど、でもリキッドこれ買ったしなと思って、同じ時に買ったので、リキッドこれ買ったし、まあどうせだったらペンシルの方がいいなと思って、あ、ペンシルが横にあるからペンシル買おうと思って、ペンシル買ったらまさかのアイブロウだったっていうそう、帰ってきてから気づいて、帰ってきてこう二ほどきして、なんかこれちょっと使ってみようかなと思って、どうなんだろうと思って後ろ見てみたら、え、美眉って書いてあってえ、美眉って眉毛だよねと思って、眉毛のペンシルでした。失敗しちゃった。でもまあ眉毛だけどさ、正直変な話さ、普通にアイライナーとしても使えなくはないよね。ちょっと硬いか、あとなんていうの、深みが足りないか、眉毛だからちょっとふんわり描く感じになっちゃうけど、まあでもここに、これ前にその日本行った時にエクセルのあのスリーベのやつ買って気に入ってて、でそれと似たようなだからいいやと思って買ったんだけど、こういうチップみたいなのがついててこうかけるみたいなやつなんで、あ、いいじゃんと思って買ったらね、まさかの眉毛でした。まだ1回くらいしか使ってないかな、ちょっとね眉毛にしては色がモカブラウンだから、あの暗すぎちゃってちょっと微妙だから、ちょっとどうしようかなと思って、とりあえず今の髪の毛には合わなくないんだけどね、
髪の毛には多分合うんだけど、顔的にあんまりなんか黒いのパッてやっちゃうと髪も黒くてってなっちゃうのでまあ目尻ぐらいにできればいいかなと思ってるんですけど、これ高いんだ、1200円もするんだ。あんまりなんか値段を見ないで買っちゃったので、せっかくなんかドンキだし欲しいの買って帰ろうと思ってみたんで、これは1200円だったらしいです。でもアリエルだから可愛いよね、まあ、ぶっちゃけパッケージはアリエル関係なさそうだけどあ、一応書いてはあるんだ。見えるかな、ここにいますね、このここに。見にくいねまああんまり関係ないかな。まあアリエル可愛いと思って買ったけどね、このパッケージのアリエルが可愛いなと思って買ったけど、眉毛でした、はい、ということで以上かな。 あとはまあ洗顔料とか買ったけど、おお、もちくんが来たよ洗顔料はパーフェクトホイップ専科のやつ買ったとか、あとまあいろいろあるんだけど、化粧品関係はこのぐらいですね。この間コストコで買ったパンがカビてしまったの。でもちょっと捨てるのもったいないから、多分周りだけだから、ちょっと周りのクラストって言うんだっけ、周りの耳の部分だけ切って、ちょっとグリーズドチーズにしちゃおうかなと思って。2個あるんだよね、これともう1個あって、1袋。そう、サワードだからさ、忘れててさ、ちょっともったいないことしたので、ちょっとこれからグリーズドチーズ作ろうと思います。できました。ちょっとカビが生えてたところだけ切って一応確認してやったんですけど、すごいいっぱいになっちゃったけどね。でもう一袋も切って冷凍庫に入れときました。まあ早めに食べないといけないけど、まあ一応調理したからそんなカビで死ぬことはないと思うので、まあおカビだからね、まあ多少は大丈夫だと思うんで、はい、今日の夕飯これにしたいと思います。はい、もう時間が9時36分になってしまいました。もうなんか時間が過ぎるの早くてね、気づくともうこんな時間なんだけど、これがちょっとビログを編集しなきゃいけないので、明日はさっきも言ったけど上の方に上がる予定なので、まあ朝から、まあ何時に行くかちょっとまだ決めてないんだけど、お昼までには出たいので、まあ普通にデイトリップだからね、日帰り旅行で帰ってくるので、まあ子供たちも多分連れてくと思うんで、まあビログ撮ろうと思います。ということで、今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。